い、どうもカズキでーす。どうも皆さん、この前の QOL とカズキさんの皆さんに参加してくれた人、本当にありがとうございます。正直あんなに集まると思ってませんでしたね。本当ありがたいことですよね。ちょっとびっくりしちゃってなんか申し訳なくなっちゃってね本当ありがとうございました。はいまあね、次回も次もあると思うんで、その時もまたどうぞご参加お願いします。で、 QOL さんの先生っていう女の人は次は絶対参加できるようにしたいと思った。盛り上げ役がいなかったんでね、ほんとグダグダになってしまって、ほんと申し訳なかったですねはい、ありがとうございました。ほんと皆さんてなわけで、今日はねまたこうフルーツラインは走ってるんですけど、今日はねハーレーのこいつのね、カズキボムのね18ヶ月点検に、つくばのイオンのディーラー、ハーレーディーラーに持ってきたいと思います。10時からで、まだ8時40分もう1回のぐらい、ちょっともうこの後高速乗っちゃうんで、ね、土浦来たからこの道路は混むことはないんで、でもまあまったり行きたいと思います。いや調子いいなバイク、やっぱりねこのまあカメラでは捉えられるかわかんないけど、吸気温がいいね、このあれですよね、ヘビーブリーザー型ってなんていうの、そんな感じの、これ加速するときのね、おおってフライだね。いいねマジ最高だハーレーまあ個人的な意見ですよね。バイクはね、好きなもの乗ってね、自分はね、ぜひハーレーを買ってくださいなんて、そういうことは言わない、言えないですよ。まあこういうクルーザータイプが好きな人はハーレー行っちゃった方がいいんじゃないですかっていう話ですね正直ね、ノーマルは面白くなかったですね、本当ね。大体みんなマフラー変えちゃうもんね、エアクイとかで。自分もこう何が一番いいのかが分かんないんで、一番チューニングするといいと思うんだけどね、なかなか、ね、お金もかかることだからね。このフルーツラインはいいんですよ、まっすぐで、なんていうの、信号がそこまで多くなくて交通量も少ないし、いいですよね。これかっこいいよね、このキノコ型も。これセイコンバタモンじゃね、ガンガン食べようってちょっと軽くカスタム紹介しますか、久しぶりに。現状、今の現状どうなってるか、俺の FXEV。まだ早く着いちゃうんでね、この先のフラワーパークの先の果樹園のなんか休憩所みたいなトイレのところに寄りたいと思います。なんかトイレ近いんだよ。そんな情報いらねえか。くせえ。臭かったよ。ちょっとカスタム紹介しますね。じゃあちょっとトイレまでワープ。おいしょー。来ました、トイレ。はい、バイク紹介です。まずはね、これカウル。
入り込んで、このゆっくり、それではワニワニー。